はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、ジェラトーニを書いていきたいと思います。その前に一つお知らせです。現在リクエスト投票企画を実施中です。参加方法はいいねボタンを押してコメント欄に書いてほしいキャラ名を書くだけ。すごく簡単な企画なので、ぜひぜひ参加してもらえたらと思います。そしてもう一つ、私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中です。先ほどのリクエスト企画の裏技になるんですけども、 Kindle でレビュー感想を書いてくれた人にはリクエストを確約でお答えするという裏技があります。概要欄のリンクから Kindle に飛べますので、興味ある方はぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。まず鼻を逆三角形で描きます。でちょっと斜め上に上がったところに目を丸く描きます。で中にもう一個丸を描きます。でちょっとまつげみたいにピッと出します。で反対側、だいたい目から鼻までの距離は揃え、左右で揃えて、こっちも丸を描いて、でハイライトのちっちゃい丸、瞳の丸、でまつげ、で鼻の下をちょっと伸ばして口です。でにっぽり開けて、ちょっと下が見えます。で、鼻の上にこうくるくるっとちょっと描いて、で、目を縦長の丸で縁取りしていきます。で、反対側、こっちも縦長の丸で縁取りして、で、口も縁取りします。で輪郭を下ろしてきて、ほっぺの毛をちょっと上げます。でくるくるくる、でこっちも左右大体対称になるようにほっぺの毛を上げて、頭の上の毛をちょっとこっちに流していきます。で耳、結構耳はかなり大きめに描きます。で耳の中はギザギザギザと、でこっちもだいたい左右対称になるように上げて、でこのてっぺんの位置も左右で揃えます。で下ろしてきて、ここも左右で位置を揃えます。で耳の中、いいぞいいぞいいぞと、で頭にベレー帽を置きます。こっちをちょっとグリッと膨らませて、で首の下下に毛を描いて、で手を下ろしていきます。で真ん中の、ここちょうどこの中心のところですね、鼻のラインの下ろしてきたところで手を合わせるように、足を横に出していきます。で、足の裏。で、戻します。で、肉球はミッキーの形をしています。ちょっと角度つくので、こっちの耳ちっちゃくなりますが。で、縦長の丸を3つ。で反対側も足を出していきます。だいたいでこの位置を揃えます。
また肉球ミッキーです。今度こちらの耳が角度ついてちっちゃくなって、で縦の丸を3つ描きます。で後ろに尻尾がの先がちょっと見えます。で色は青磁色とエメラルド色と髪緑とグレーとピンクと薄紅色を使って塗っていきます。まずグレーでこのまつげの部分と、あと足の裏を塗っていきます。こっちもですね。でピンクで鼻を塗ります。で下も塗って、あとは耳のこっち側、中のこっちの毛もピンクで塗ります。で肉球もピンクです。薄紅色で耳の中を塗っていきます。で口の中も塗ります。で瞳の外側をエメラルド色で塗っていきます。中を赤緑で塗っていきます。で帽子もエメラルド色で塗っていきます。ちょっと下に影をつけて、で上を薄く塗ります。で顔を青磁色で塗っていきます。毛先はちょっと白っぽいのでちょっと白っぽく残しますね。あと上で、で手の先も白いのでここにラインを描きます。でここまで、ちょっと内側に影をつけて、足も足先は白いのでこの辺りまでですね、ちょっとだけ。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。